皆さんこんばんは、えりこです。このポッドキャストでは、日本語教師の私が、日本語学習者の方、そして日本語ネイティブの方になるほどと思っていただけるようなエピソードをお届けしています。最近、前々から欲しいなと思っていたカバンを買いました。先月に誕生日を迎えたので、ちょっと贅沢してみました。贅沢という言葉には2つの意味があります。1つ目の意味は、必要以上にお金や物などを使うこと、そしてお金や物などを惜しまないことです。2つ目の意味は、限度やふさわしい程度を超えることです。この2つの意味を見ると、どちらも使いすぎのような悪い意味に聞こえるかもしれませんが、贅沢って悪いことだけではないですよね。私もお誕生日という特別な時にはいつもよりいいものを選んで気分よく過ごすのはとてもいいことだと思っています。さて皆さんはどんな時に贅沢してはいけない、または贅沢したいと思いますか？それでは今から贅沢という言葉を使った文章を4つ挙げていきますね。皆さんも同じ意見かどうか考えながら聞いてください。これは珍しいダイヤモンドを贅沢に使ったアクセサリーです。このようにたくさんいいものを使っているものは魅力的に見えますよね。次の文章です。旅行中、海でゴロゴロして何もしないという贅沢を味わった。いつも忙しくしている人にとっては何もしない時間が贅沢だったりしますよね。そして次は平和で問題のない人生がつまらないだなんて贅沢すぎる。今の環境や自分の持っているものに感謝できないのは良くないですよね。最後はいつもは一つだけど今日は贅沢にケーキを3つ注文しちゃおう。いいことがあった日やストレスが溜まっている時はちょっと多めに欲しくなりますよね。どうですか？皆さんにとっていい贅沢とあまり良くない贅沢って何ですか？さて前回もおすすめの映画を1本紹介したのですが、今回も日本映画をご紹介したいと思います。タイトルはプラン75です。私は普段明るく楽しい気分になるコメディや面白い登場人物が出てくる作品を好んで見ているので、この作品を見るというのは珍しい選択でした。このタイトルのプラン75の75というのは年齢の75歳のことです。映画では架空の日本が描かれています。架空というのは事実に基づかないで想像で作り上げることです。この作品中の架空の日本では高齢化問題の解決策として75歳以上の高齢者に安楽死する権利が認められています。その制度のことを映画の中ではプラン75と言っています。安楽死というのは人や動物に苦痛を与えないで死に至らせることです。一般的に安楽死は終末期患者、つまりもう命が助からないと診断された患者に与えられている権利です。安楽死の方法としては、医者の助けを借りて死に至る積極的安楽死と、治療を行わないことによって死に至る消極的安楽死の2種類があります。現在の日本の法律では、終末期患者本人の明確な意思表示に基づく消極的安楽死は罪にはならず、完全に本人の自由意思で決定できます。本人が希望した際に積極的安楽死を法律で容認している国はいくつかあります。日本では積極的安楽死を法律で容認するかについて議論が続いていますが、現在のところ法律ではっきりと容認してはいません。容認するというのは許して認めることです。プラン75の映画の中では、病気ではなくても75歳になったら自分で死ぬことを選べるという世界が描かれています。皆さんはこのような制度や考えについてどう思いますか？今は75歳といっても元気で楽しく生活している方が多いので、この映画を見始めてもそんなことを望む人がいるなんて想像できないと思っていました。でもこの制度が存在するに至った社会に生きる人々が淡々と描かれているこの映画を見ていると、人はどこかで間違えたらこんな社会を受け入れてしまう可能性があるのかもしれないとゾクッとしました。ゾクッとするというのは、寒さや恐ろしさ、または嬉しさや感動で体が震える様子を表すときに使います。社会の常識も法律も時代によって変わっていきます。人は進化しているようで、まだまだ私たちが理想だとする社会に追いついていません。すべての人に心が休まる場所があり、いつも心に余裕を持って人間関係を築ける社会が当たり前になってはいません。これは映画の世界だからと、見終わったからといって安心してもいられません。あるデータでは、2025年には日本国民の5人に1人が75歳以上になると言われています。ですが、高齢者が自ら死ぬことを歓迎しているような社会に誰が行きたいと思うでしょうか。若い頃はあまり想像できませんが、誰もが年を取ります。予想通りに人生が進むとも限りません。もっと相手の立場や見えない部分にも配慮していける社会づくりが求められているのではないかなと思います。残念なことに2024年のこの現代にもまだ人と人が殺し合ったり奪い合ったりと心が痛む現実は存在しています。大きな声で理想を叫ぶのも人々の意識を変えるのに意味があると思います。ですが、私は毎日の生活の中でも理想とする社会の一端を担えると思っています。一端を担うというのは、ある物事について部分的に関与している、または責任や役目の一部を負っているという意味です。自分の周りの人に対して想像力を働かせ、思いやりのある態度で接することは、実はとても小さな行為ですが、世界の人全員がそうあれば、世界もガラッと変わるのだと信じています。ガラッとというのは、物事が急にすっかり変わる様子を表します。私はあと何年生きるのかまだわかりませんが、生きている限り、この考えを毎日実行に移していこうと決めています。皆さんが世界を変えるための一端を担えるなら、どんなことを生きている間に続けていきたいですか？ YouTube チャンネルではこのポッドキャストでお話しした内容について皆さんとやり取りするライブ配信エリコカフェオンラインを実施しています。もしよかったら YouTube チャンネルの登録をしてライブ配信に遊びに来てください。 Instagram でも私の日常やレッスン情報をお届けしていますので、よかったらフォローしてください。YouTube も Instagram もエリコ塾 ERIKOJUKU でアカウントを検索できます。また、エリコ塾オンラインサロンは日本語での会話を通して世界中の人とワクワクする時間を共有するコミュニティです。日本語を話す機会を増やしたい、いろいろなところに住む友達を作りたい、人から刺激を受けて成長したいという方はぜひ参加してくださいね。毎週土曜日の夜に Zoom ミーティングでお話ししています。参加希望者はウェブサイトからお申し込みください。それでは今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。次回も聞いてくださると嬉しいです。ではまた。